佐藤澄香です。1分で便秘を解消できる体操をお伝えします。この体操を行いますと、こちら、お股の筋肉ですね、骨盤底筋群と言います。でこの筋肉をこう鍛えることができるんですね。そのことで、この筋肉はこう主にこう便通をね、スムーズにしてくれる時にこう大切な、まあ、筋肉ですから、あなたのこう辛いこう便秘が、まあ、解消できる、まあ、近道ということになるわけです。でまたこの筋肉はですね、こう内臓をこう下から支えてくれている、まあ、ハンモック状の筋肉なわけなんですね。ですから、まあ、この筋肉が衰えますと、まあ、もちろん便秘にもなってしまう。またその内臓がこう支えられずにその下にドーンとこう下垂しますから、まあ、実はそのポッコリお腹にもね非常に関係している、まあ、筋肉なんですね。でまた実はあの尿漏れにも関係しますから、もう私たちこう女性にとってはとても大切な筋肉なんですね。ではこのお伝えしました骨盤底筋群を今からしっかり私と一緒に鍛えていきましょう。手順が2つあります。1つずつお伝えしていきますね。じゃ失礼します。はい、このように椅子を使っていきましょう。一つ目です。まず椅子に浅めに腰掛けてください。そして足幅は腰幅で位置取りをします。そして両足の裏はしっかりと全体を床につけてくださいね。またこの背もたれは使わずに背筋をまっすぐと、作ってください。では、手順2です。肩の力を抜きましょう。ふう。そして呼吸は、リラックス、ゆっくりとした呼吸で行います。そして、先ほどの骨盤底筋群を締める、感覚はですね、実はお尻の穴をこうキュッと締めることでその鍛えることができます。ですから今からそのお尻の穴をですねこうキュッと締めて、そのお尻の穴がキュッとこうお腹の方に引き上げるようなイメージで行っていきます。で、秒数はですね8秒間しっかりお尻の穴を締めた後、2秒間でふーっとその力を緩める、合計10秒を、まあ、1回として続けて6回6セット行っていきましょうね。では私と一緒に今から続けてください。では行きましょう。いいですか。お尻の穴をキュッと締めて8秒抜いて2秒ですよ。3、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、緩めましょう。1、はい、2セット目、1、2、3、4、5、6、7、8、はい、緩めて2秒、1、3セット、はい、1、2、3、4、5、6、7、8、緩めて1、2、はい、4セット目、1、2、3、4、5、6、7、8、緩めて1、2、はい、5セット、1、2、3、4、5、6、7、8、ふう、緩めましょう、1、2、はい、ラスト6回目、1、2、3、4、5、6、7、8、はい、緩めましょう、1、2、はい、OK です。この6セットを1回として、あなたのペースで1日には3セットですねほど行ってみてください。そうすることで骨盤底筋がこうキュッと締まってですね、もちろん便秘解消にもなりますし、また尿漏れやポッコリ
お腹の、解消にも役立ちますから、ぜひ楽しく続けてください。この動画のお伝えしました動きを、繰り返しご覧いただいて、繰り返し続けてみてくださいね。あなたの便秘解消にお役立てください。でまた、このお話が役に立ったと思っていただけましたら、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。